お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。軍団戦日記の回ですが、その前に。今週の乱世総遊の結果なんですが、散々な結果になってしまいました。上位入賞できた時は、プレイ状況をアップしようと、思っていたんですが、今週はダメダメでしたねー。ま、コツコツやれば、王者ランクはいけそうなので、大丈夫かなーって感じですけどね。それでは、軍団戦に戻りましょ。ということで、今週は海外の軍団さんと対決です。最後まで、ゆっくりしていってね。第一姿勢は、11番に攻めました。私は、先行一軍ですねー。はい。この陣形は、大体決まった攻め方するので、ちょっと、余裕あるかなーって感じです。援軍を切って、右側の削りですねー。はい。SA の出撃。左下に、リッソン。左上に、将軍機。リッソンと分岐が右に行きそうなので、左にブレス攻防ですなー。はい、ここで左にブレス攻防。右側が残っちゃいましたねー。余毛で壊しに行きましょ。敵を掃討しろ。はい、ここで右から余毛出撃です。はい、ノータカも出せて、万全の体勢ですねー。それでは、締めていきましょ。もう、ダメだ。なぜか、裏切りを放棄しちゃってますねー。慣れてる陣形でも、油断はしてはいけませんねー。ようやく処理してますが、遅すぎますよねー。ということで、間に合いませんでした。第二姿勢は、13番に攻めました。私は、先行二軍ですねー。今週も、多分ステルートと対戦してますねー。ということで、13番だけど、施設レベルが低いです。援軍を切って、文王で処理しますよー。左に、加工園。上に、カウントよ遠征。下から、同様です。上は、同位台があるから、カウン。下は、塔が外寄りなので、同様っていう配置。
はい、回復塔以外は壊せましたね。2軍は余毛がいなくて白スキルが出せないことが多いので、兵は早めに出しています。はい、ようやく脳高発動。ここから残りの兵で壊しにかかります。ということで、さらちでした。第3姿勢は、14番に攻めました。私は、先行2軍ですね。はい、施設が弱すぎるので、さらっと終わりたいですね。ま、油断だけはしないようにしましょう。白スキルは、溶害吸収。ラッキーですね。はい、あまりいろいろ気にせず武将を配置しました。何も言うことがないですな。ま、結構適当にやりましたが、さらちですね。第4姿勢は、18番に攻めました。私は、先行1軍ですね。はい、ここも、施設レベルが低すぎですな。油断せずに、さらっと行きましょう。援軍を振り出す気もなかった感じです。はい、なんとなく、武将を配置しました。右上が残ってたので、余毛ですね。はい、さらっとさらちでした。はい、奪還
半ですが、さっきの18番の人しかいなくて、ちょっと迷ったのですが、攻めちゃいました。奪還なので、真面目に行きましょ。右側の削りから、鉄鋭。左に、一本。上に、両分岐。下が、ブレキ工房。さっきと同じですね。右上から、余毛です。はい、さらち奪還成功です。ということで、今週は、攻めの動画が面白くなかったですね。ま、防衛武将が強くても、先行だとさらちを取りやすいですよ。って感じかな？さて、結果は、勝利でした。ウェルートの奪還勝負だったのですが、みんなの頑張りで、競り勝ちましたね。やはり、勝利は嬉しいですね。この調子で、来週も頑張りましょ。それでは、今回はこの辺で。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってね。